ただいまよりダブルメインイベント後楽園超党派タッグバウト60分一本勝負を行います。オコラ 3WA 並びに UWA 世界タッグ IWA 世界女子チャンピオン150パウンストヨタマナビ、同じく 3WA 並びに UWA 世界タッグチャンピオン150パウンス山田俊彦、赤コーナー極本 CMLL 世界女子チャンピオン240パウンスブルー中同じくジャングルジャック 3WA 世界シングルチャンピオン230パウンスアジャーコッケレフィー村山大地。さて第7試合です。後楽園超党派タッグバウト60分一本勝負、アジャコングブル中野対山田俊夫トヨタバナミというですね、全日本女子プロレス屈指の、まあ、最強タッグ決定戦と言ってもいいんじゃないですか。超党派ってでもアジャとブルーのことを指すわけですよ ね、あの戦い の輪の中にはやっぱりもうブルー中野選手は外れてしまったわけで、はい、これは限定版の試合ということで、なるほどね、はい、まあ、ブルー選手も1月4日以来の、まあ、そうですね、ということになりますね。いや大阪で、あ大阪で、はい、やってますから、ただまあ本当に1ヶ月に1試合かそこらですからね、はい、その辺のまあコンディションなんかもね非常に難しいところもあるかと思いますけれども、また先ほどあのリンガーナのコール240ポンドというコールを受けましたけど、はいはい、もう240ポンドは切ってますか。全然ないですね。全然ないですか。100キロ切ったかなってところですよね。そうですか。あの足を見ていただくと分かるけど、ホット選手ね、はい、そばであのやっぱり足のなんか足の形が変わっちゃってますよね、ブル様。確かに足の太もものあの迫力っていうのは確かにちょっと薄れてきたかなって思いますけど、見た目はもう落ちてますよね。そう、完全に落ちてますよ、はい、顔が細くなってるでしょ。そうですね、迫力感はありますよね。もちろん、はい、だからあと何試合っていうか、まあ、限定なんで、はい、僕らたちがなんかブル選手の試合を見るときは、はい、なんかそれじゃあなんかあまりに悲しいけれども、うん、ひょっとしたらこれが最後じゃないかっていう気持ちで見た方がいいんじゃないかって気もしてきたしね。あ、うわすごいパイルドライバーをアジャが山田に決めておりますが、でも中野さんはプロレスが大好きだから、ええ、言ってましたよねこの間も。そうですね、はい、さあその中野だからすごい声援で登場しました。ジャイアント馬場さんのようなね、はい、存在になるんじゃないかな。なるほど、おっとすごい、ありがとう。これは上とが落ちてもこの迫力ですか。そうですね、すごいパワーボムでカウント2。技を仕掛ける時の正確さっていうのは、タイミングの正確さに関してはまだまだ誰にも、すごいです、負けないって感じ、はい、これは意識して上と落としてるとかそういうことではないんですか。どうでしょうね、それは多少あるかもしれないですね。なるほど。だからかえってメイクしてない時とかすごい女性的な顔になってるって感じがしますね。女の人っぽいです。本っぽいっておかしいですね。あのこの間あの15日にリングサイドで、はい、リングサイドサイドであの見ていただいたんですけど、どっかのお姉さん見たかったですね、はい、なんかファンの人も誰か分かんなかったとかいう声が、ね、はい、出たとか言って、言ってたんですけど、あの髪の毛も青じゃなくて、はい、普通の金髪っぽかったですね。そうですね、あの髪の毛を普通にストレートに、はい、あの立てるのを直すとソバージュなんですよ。あ、なるほど、はい、だから多分お客さんというかファンの人は分からなかったんじゃないですか。はい、はい、でデビルさんがそっちの時にあのセコンドをついてたんですけど、向こう側でじゃあ私も出ればよかったって言って、あ、なるほど、じゃあお願いすればよかったとか言ってお願いすればよかったですねとか言ったら、えーとか言って言ってくれればよかったのにとか言って中野さんが、さあここで、でもね、今のこういう場面でギロチンを出してしまうということは、あのまあもちろん
主役はあんたですよっていうようなことをアジアがね、同じチームの中では、うん、私じゃなくて今横綱はあんたなんだからねっていうような、うん、なんかそんなようなことがチラチラ見える気もします。本当はギロチン大統領で出さないですもんね。そうですね。さあその、まあ、世代交代主役の座を、まあ、勝ち取ったと言ってもいいんでしょうか。アザコンが豊田真奈美をぐいぐいと締め上げます。やっぱりパワーとてなんていうんですかね、わーっとすごいキック、そうですよね、あのパワーっていう蹴りの、ものすごい音がしましたね今。青コーナーは何でしょうね、パワー対あと何ですか、まあ、スピードテクニックってことなんでしょうね。スピードとテクニックなのか、うん、あのテクニックはもちろんトヨタはテクニックなんですけれども、まあ、山田のはまだ山田の方は堀田選手と同じスタイルになるのかな、どっちかっていうと割と、うん、山田もうちょっとあのウェイトアップした方がいいんじゃないかなっていうんですけど、あの動き方にね、動きはやっぱり重くなっちゃうと結構遅くなっちゃうんですけど、でもやっぱ蹴りとか見てるとちょっと軽いんですよね。蹴りが軽いですね。でもあの一発一発っていうか結構ピシピシってくるんですけど、あのピシピシとあとガツンガツンっていう違うんですよ、その差が。でも打力的にはやっぱりドンと一発来た方が結構来るんで、ね、まあ、キレはあるけど重さがないという、はい、うん、今見ててもそうなんですけど、うん、ね、ボンボンボンって山田蹴っても全然効かないで、アジア一発ボンって蹴るの、うん、まあそうですね、アジアの蹴りはそれにしてもすごいですね。でも山田いろいろ蹴りのあれを持ってますからね、形をバリエーションね、はい、うん、いろいろ考えてますよね。3つ蹴った後くるんって回ってそばっとみたいなね、はい、来たりとか、あとあのジャンピングキックとかいろいろありますから、はい、そう円錐3回ずつやったりとかね、はい、うん、ありますし、あれでも結構効くんですよ。5分経過、5分経過、まあ蹴りじゃなくてもトップロックから来たあのエルボーが飛んできたりとか、はい、そういうのありますから、あとスープレックスとかいろいろ持ってますからね、技を。まあ、技の種類から言ったらね、もうアウトの方が随分多彩ですよね、はい、あでもどっちかというともうアジア選手の場合はブル様の流れを受けてるから、ええ、一撃必殺の方なんですね。そうですね、一つ一つの技をね、さあそしてブル様の登場ですけれども、また持ち上げて、これはこの返しはお得意、豊田真奈美、この辺の動きはさすがという感じがしますけれども、さあ強引に抑え込んでブリッジで返す、これ乗っちゃった方がいいかな、あやっぱりね、あなるほど、この人のブリッジはすごいですよね、だから、うん、おーっと、アジャが乗っかったら、おお、ここまでは耐えられなかった、強烈ですよね、強烈ですね、本当にでもこういうところでアジア行けっていうところがやっぱりなんかブル様が今のブル様ってこうなのかなって、あまあ一戦は譲るよというところなんでしょうけども、さあそのバリエーションのあるキックですけれども、この蹴りですよね、ロープに飛んでの蹴り、さあそして釘付けにしてのラリアット、さあそしてストマックキック、さあロープを利用してのハイキック、しかしまだブルは倒れずに、あ今のはなんか綺麗に上げられたって感じ、早いスープレックスやってますよね、そうですね、いつもそうですね、はい、さあこれも得意、でも山田選手あの早いミドルとかを 5,6 発作るとき、はい、あんまり自分の蹴ったとこ見てないのなんか顔こっち見ちゃってね、まあそれアクションで意識してるのかもしれませんけどね、でも普通にやっぱ蹴る足先を見た方がいいと思いますよ、結構いろんなとこ当たるんですよ、あの胸に当たったなと思ったら顔に当たったりとか、あなるほど、だからそれ見てないからだと思うんですよ、あなるほどねよく自分の足の先見てたら同じとこに 5,6 発来ると思いますよ、おっと、いやブルーのこういうシーンっていうのもね、生ではちょっとあんまり見ませんでしたけれども、やはりウエイト落としているという部分が影響してるんでしょうか、そうですね、比較的いとも簡単に持ち上げられてしまったという、そうそんなに感じがしますけれども、山田選手は腕っぷしの力が強い方っていうわけじゃないですから、でもあれですよ、山田は昔すごい力持ちだったんですよ、力持ちですか、すごかったんですよ昔、あの多分首痛めてからだと思うんですけど、その前まではあのすっごいですよ、もうかなわないですよ、みんな腕の力ですか、はい、
あのウェイトトレーニングが、ベンチプレストレーニングとかね、少し、あと腕相撲ですね。あ、腕相撲もう一番強かったんですよ。あ、それは意外ですね。まあ、多分またウェイトアップするとまた力もつくんじゃないですか。なるほど、はい、さあ今度はブルとトヨタの工業攻防。はあ、インナーのショット。さあここへ来てちょっとブルが防戦という形になりましたが、さあそしてお得意の鎌固めですけれども、まあ、いつ見ても非常に綺麗なブリッジ。鎌固めっていうか、あ、サーフボードになってるんですよ ね、なるほどね、首根なしにね、はい、腕を、掴んでますので、ね、さあ今度は髪の毛を掴んでそれを返そうというブルの中野ですけれども、さあ今度は山田が出てきました。今日は何かショッキングピンクのコスチュームで、すごい音ですね。すごい音、太ももにものすごいキック、バチバチと決まってますね。さあバシバシと決めます。さあこの辺は山田の見せどころなんですけれども、さあこのキックはどうですか、かなり効いてるんじゃないですか。今高さがあってですね、はい、さあいろいろキックのバリエーションを考えているということですけれども、かなりローキックに集中して、おっブルが怒った、今度はブルが怒った。さあラリアット、さあそしてロープを利用して、んどう、うん、これはこれは前そういえばよく使ってました。すごいですよ、結構セカンドロープを利用して、中野さんは柔軟性っていうのがあって、合宿で体のこれはな、してた時も蹴りのなんか形がいいんですよ、すごい。先生に褒められたりとか。あ、なるほどね。すごいですね。10分経過、10分経過。アジャのなんか面白い突っ張り攻撃からボディアタック、そして釘付けのバリエーション。あれは焦点ですよ、焦点ですから。焦点のバリエーション、焦点のバリエーション、アジャ風焦点ですから、ね、でもアジャがやったら突っ張りになりますよね。なんか突っ張りみたいな本当に突っ張り突っ張り体があるんだから、さあパイルドライバー、これはちょっと当たりは浅かったがホールに入りましたが、カウント2、ロープに飲まれました山田、うん、ああいう技食らう時の山田見てるとやっぱりウエイトがないですね。そうですね、ちょっと軽い感じがしますもんね、音持ち上げる時に。スタイナーさあ、そしてスタイナーズブラザーズリック・スタイナーバリのこれがすごいんですよ、アバラシショルド。さあそして釘付けにしたまんまのボディープレス、これは痛い、リングがちょっとずれましたね、ずれましたね。これは本当に効くんですよ、あれは痛いでしょうね。さあお腹のあたりを抑える山田ですけれども、やはりこの辺ちょっと内臓あたりですか、内臓、はい、ウェイトのなさというのがちょっとしんどいのか。さあカウント2、まあしかしそう簡単にはホールは取られません。中野さんヌンチョク取った、うん、取りましたね。そろそろ出るんでしょうか。青コーナーの2人はフレッシュなんですから、もっとガンガンいってほしいですよ。本当はね、はい、立ち向かうように。おい山田どうした、その勢いがちょっと、最近やっぱり、なるほどですね、ちょっと二冠王になって落ち着いちゃったのかな。そうですね、っていうか自分たちの型にはまるときは素晴らしい試合なんだけど、うんうん、誰といつやっても自分たちの形になるかっていうと結構そうでもないんですよね。なるほどね、やっぱりやっぱこういうすごい選手と当たる時にこそ思いっきり、うん、若さをね、爆発させてほしいというところなんでしょうか。さあそしてこの2プラトン、あラリアットから背骨折りですけれども、さあ山田がぐいぐい腰のあたりを攻められております。そしてそのまま片指、さあ必要に山田の腰を狙っておりますけども、さあこの辺りでスタミナを消耗を狙うアジャブル組ですけれども、さあこの辺なんとか山田返してほしいところです。さあ青コーナーにじりじりと向かいますけれども、腰をぐいと落としてアザコング、そうはさせじというところでしょうか。
さあ力が入ります。そうですね、そういえば山田トヨタのコンビっていうのは、はい、攻めてる場面しか頭に残らないんですよね。あ、なるほど。割と、うん、攻めてる場面しか、攻めてる時はいいんだけど受けに回っちゃった時は、うん、なんとなく案外脆いのかもしれないよという場面もたまに出くわすんですよね。さあやっとロープに逃れました。さあ受けに回った時が、おっと、あー重い。これは痛そうです。でも本当にあざと試合をすると1試合で2試合した気分になっちゃうんですよ。疲れがやっぱり、はい、なるほどね、受ける重さが違いますか。さあ場外、さあこれが山田をぶん投げました。あ、椅子の山の中にうずもれるようにして山田、やはりこの辺迫力がちょっと違いますね。やっぱりこの間の川崎であったね、はいはい、意気込みが欲しいですよね。なるほど、対抗戦 で、 そうです、ね、はい、でもやっぱ対抗戦って言うとやっぱり刺激が強いでしょ。それはね、一回刺激が強いものを見ちゃうとどんどん欲求ってエスカレートしてくるわけでしょ。そうですね、本当さっきも言ってたけどそれが一番ですよね、うん、本当にそれをいかに克服するか、次の段階で見ててそれは言ってるんですけど、ね、その川崎の時みたいにって言ってるんですけど、やっぱりわかりますよ、対抗戦とかいろいろ。なるほどね、はい、さあ山田が反撃に出ようというところですが、山田君本当今なんかも反撃しそうだったんだけど、よし、おっとこれはスピンキックですけれども、ブルさんも高い壁であり続けるね。やっぱりそうですね、そうは問屋が下ろさないという感じで、ブレンバスターからホール、カウント2です。さあちょっと山田がロンリーバトルという形になって早くちょっとタッチをしたいところなんですけれども、試合時間も15分を経過しました。うん、ニールキックの形からキック、まだまだね、ちょっと浅いですね、軽いですね、やっぱりね。さあ出ましたヌンチャグ、まあ反則ですがここは一つお約束というところで、見せ場ですからね。さあ、あ、髪の毛が大きくてなんかかっこいい今、うん、立ってなくても、いや、今のブル様はですね、はい、何をやっても許されるんです。何をやっても許される、愛されてますから。なるほど、さあラリアットを外して、お、さあこれはローリングクレイドル、ブルをローリングクレイドルで回します。うん、回数はそれほどではなかったがカウント、やっぱり相手がでかいと回数はいかないですよね。本当にね、あれ以上待ちませんね、さあ今度は2プラトン、さあこの辺で息を吹き返したが、あれ、お、危ない角度で落ちた、怖い、いや今のはかなり、おっと裏剣、裏剣、うわすごい、カウンターの裏剣でしたね今のは、うん、一発、あっと、これは裏剣同士打ち、さあトヨタがドロップキック、さあジャンピングがドロップキック、いや的確にヒットしています。これが出なきゃ、まあ、ね、トヨタって感じじゃないですかね、あのブルが吹っ飛びます、あの巨漢ブルが吹っ飛びます、このドロップキック、こんなミサイルキック、さあ4コーナーやるかな、そして今度はこのコーナーから、さあこれホールカウント2、まだあのコーナーからあの、うん、頭で当たってるやつもあれば、うん、なんかトンボ返りやってなかったのもありますしね、うん、すごい瞬発力ですよね、そうですね。さあ山田ロープに飛んでの円錐蹴りですけども、山田も回復力早いですね、うん、そうですね、さっき一発食らった割にはあれだけグロッキーしてたんですけれども、もうがぜん攻めに転じると本当に生き生きした動きになります。ブレーンキックってやつかな、うん、そうですね。さあ山田のアジャが出てきた、フィニッシュオールドですけども、アジャが入ってきた、余裕のカットって言いたいけど、まあ、いいでしょう。さあやはりこのアジャのストンピング一つ一つが何かずしりずしりと山田の背中に突き刺さるような感じがしますけれども、やっぱりなんかやられ弱いっていうか、ウエイトがないんですね。もう本当に攻めに転じた時の生き生きさと、本当になんかこう好対照なイメージを受けてしまいますが、試合の権利があるのはブルさんですね。そうですね、はい、まだタッチは認められていません。さあしかしこれは、あっと、こ
これも強引にドロップキック。さあ場内に落ちて、さあ山田が、おっと場外でニールキック、ニールキックですね、今のはね、はい、スピンしてのニールキック。さあそしてさあ出ました、ラッキーブラザートップロッカーですが、これは結構綺麗に決まりましたね。そうですね、やっぱ落ち着かないとね。さあそしてアジャが飛びます、アジャがさコーナー最上段からブラザー飛ぶというよりはすごいですね、落っこってこいつ落っこってきた、あんなのが、いやすごいですね。しかし怖いですよね、100キロが落ちたらね。あれ受けた時ってどんな感じなんですか、あれは。知りますよ、あれ本当に。頭打っちゃうんですよね。さあそして今度はツープラトンでブルをトップロープからマスカ、さあどうするんでしょうか。ツープラトンで一回転やられた。さあブル様がホールを取られるのか、カウント頭いっ、今ちょっとグロッキーでしたね。やっぱり結構すごいですね。いや本当にアジャがカットに入んなかったら完全にスリーカウント入っていたと、そういうタイミングで、さあ腕を固めたカット、カット今度は自力で返した分だから、やっぱりね、ブル様からねホールを取るというか、難しいですよね。大変なそれだけでも大変なステータスでもあります。さあもう一つ今度はクロスアームを狙ったんですが、さあ蘇ったブルが返し技、一瞬の返し技、これもカウント2。さすがブル、そう簡単にホールは取られません。さあそしてクロスアームから抱え込んだのジャパニーズ王者を狙いました、カット。さあここでアジャです。20分経過、よいしょ、ブルも危なかったんですが、アジャにタッチして、そうはいくか、おっと、あーっとこのままホール、トヨタ危ない、カウント2。トヨタはおそらくあのくるくる回りながらね、回転に入ろうとしたんですよね、はい、2回転するエビ型のようになったんですが、さあそしてトップロックからエルボー、おーすごい、これはすごい、確実にヒットした、カウント2。ここで山田がギリギリのところで、あーしかしこれもあのエルボーやられたらもうね終わりですよ、完全にグロッキー状態、トヨタ完全にグロッキー状態。さあロンリーバトル、山田はリングサイドでグロッキーです。ギロッキードロップ、これは高さも完璧、ハッと山田が入らなければ、入れおっと、いやー山田執念のカット。さあこれはもう一発いきますか、ムーンサルトかな。さあ何を見せてくれるか、ブルナカロやばいですよ、これも完全にグロッキーはトヨタ。さあ今度はコーナーからムーンサルトアタックか、さあムーンサルト、ムーンサルトアタックか、逆転ツーバック、カウント3、ブルナガロ、すごいですね、綺麗ですね、いやすごい、21分27秒、ブルナガロ。さあこれお聞きください、この場内の中野コール、いやー見せましたね最後は。ブル様はまだまだやっぱ強くあってほしいですね。いやー驚きました、最後のですね、完璧にヒットしました、ポイントもバッチリという感じでしたけども、まあ逆にねウェイト若干落とした分で、あの辺のもう綺麗さというかね、的確さが増したかなという、まあ、そんな気もするムーンサルトプレスでしたけど、柔軟性がすごいあるんで、はい、何やっても技が入るんですよね、なるほどね、はい、いや本当にギロチン、そしてムーンサルトプレスでトヨタマナミを完全に仕留めました。続いて2回目になると、今度手ある時はベルトを上げる、ベルトお前らもベルト持ってる時間ない、これはまあ勝ったチームがいただけに資格ないって、まあ、すごい妙に説得力あったんですけれども、さあかなり過激な、でもブル様の方が結構優しくなっちゃってるからね、だいぶ力も落ちてきたが、アジャと組むならもう一度一から勉強するために30日から海外戦に行ってきます。帰ってきた時必ずアジャと
取ります。どうですか、メキシコですか。メキシコ、うん、メキシコに行って帰ってきてタックでベルトを取ると。いやしかしこれはタッグ戦線にブルーアザール組が本格的にね、全盛期にある選手も面白いけど、うん、ベテランっていうのもいいですね、やっぱり、ね、いいですね。いや本当に素晴らしい試合でした。ブルー、ブルーアジャコングが山田トヨタ組を一周した試合でした。見事、勝利を収めました、ブルーアジャ組ですけども、いや見事な勝利でした。もう最後はもう攻めに攻めまくってトヨタもう完全にグロッキー状態でしたけども、いかがでした。そうですね、まあ、あんだけのことやられて立ってこれる人間なんてそうそういないですからね、まあ、そんなもんですけど、まあ、山田はね、ちょっとこううるさかったんで、あれになきゃもっと早く蹴りついたんですけどね、はい。最後にですね、お前ら王者の資格がないというふうに吐き捨てるようにですね、アジャ選手言ってましたけども、まあ、当然といえば当然でしょう。タックリーグに続いて2連敗ですからね、後楽園でチャンピオンチームとしては情けないんじゃないですか。今度はじゃあもうベルトをかけて、もう当然ですね、はい。お疲れ様でした。最後のムーンサルト綺麗に決まりました。はい、体重が落ちた分多分回転が早かったと思うんで。なるほど。でも今日はもうアジャに助けてもらいました。内容的にはかなりしんどかったということですか。そうですね、まあでも2人で組めば怖いもんなしなんで、とにかくアジャと組んで CWA 狙えるんだったらもう一度一から勉強し直して海外でもう一度新しい自分を見つけてきます。いよいよメキシコ遠征ということですけれども、まあ、そのあたりの意気込みをちょっと聞かせて。はい、日本はね、日本のプロレスさんも自分はもうアジアに任せてるんで、それでもう任せて自分は安心して自分の好きなことを今度はやっていきたいと思うんで、はい、頑張ってください。はい、お疲れ様でした。